こういうものを作ってみました。視聴者さんからのね提案を受けて、コンパクトに収納できるね五徳。はい、皆さんこんにちは、サルです。今日もね視聴者さんからいただいたアイデアを使ってサクッとやっていこうと思います。作るのはねアルスト用の五徳です。コンパクトに収納できるということが目的で、こういうものを使ってね、これ、ステンレス物差しセリア15センチの商品ですね。はい、こういうものを使ってちょっとね、やってみようかなというふうに思ってます。メモリがついてるんでね、ある意味ものすごく工作しやすいですね。8センチでいいので8センチで切ってやりましょう。そうするとここに刺すときに5ミリ前後のところかな、両方とも5ミリと 7.5 のところで、ちょっとね溝を掘ってやれば刺せるかなと。で1本2本で3本4本という感じかなと。すごい適当に考えてます。工具はね何使おうかなと思ったんですけど、まあいいでしょう、グラインダーでまたいつものようにね。こっち側にねメモリついてるからね、こう切ってからの左手か、ちょっと自信ないな。こう切ってからのこうかな、で裏向けてこうかな、それでいきましょう。5ミリのところにね溝を掘りましたね。うわ、ちょうどいい感じ、ほらピタッとね、めっちゃちょうどいい感じですわ。4ミリ、74ミリのあたりに掘ればちょうどいいと。強度的にもね問題なさそうです。もうバッチリですね、これ言うことないですね。で続きをここからまた行きましょうかね。とするか、もう一本は横にするか。ダメだな、横横が同じ、縦縦が同じの方が分かりやすいよね。じゃあここで1本とこっちで縦の1本取ると、そういう風にしましょう。まあじゃあ一回8で切っちゃいましょう。もう8で切ってから後で考えましょうか。はい、8センチで切りました。で左右からね約5ミリのあたりに溝が掘ってます。これでぴったりですね。はい、なんか定規がここにあります。はい、定規じゃなくて五徳になる予定です。で、これがねここに来るんですけど、この長さだとねここに綺麗にほら収納できるんですね。ただこの長さだとねとてもじゃないけど入らないんですよね。だからカットしてやらないといけないんですけど、どっちを切るかですよね。下手な方向を切っちゃうとね五徳として使えなくなるんですよ。こうでしょ、入るようにしたいんでやっぱ切らないといけないんですけどね、8ミリぐらい切らないといけないんですけど、手前から8ミリ切っちゃうとこの穴のとこでちょうど来ちゃうんですね、切り目が。それはね良くないでしょう。多分ここ切ってやりましょう。9のところで切ってやりましょう。そうするとギリ入りそうな気がする。だそうすると穴のとこに五徳が来ちゃうんですが、いけるのかな、それで。どうだろう、よくわかんないな。この穴邪魔なんですよね。穴変なとこ、穴避けて作れそうですねこれ。じゃあこれ斜めにすれば入るか。斜めにすれば入るので別に切らなくてもいいんだ。9のあたりに掘りましょう。いいでしょう、もう9のところに掘っちゃいます。掘りました。そうするとでもう1枚がこうだもんね。結構ギリギリはギリギリな気がするんだけど、まあ、今ね一つ目だからね少々ずれてもこれに合わせて二つ目を切ればいいからね。おそらくこの辺りなんですよね。
ということはこの15よりも9ミリ先、この定規がついてるというね、非常にやりやすいですね。簡単そうに見えるかもしれませんけど意外と難しいんです。こう手が震えるんでうまくやってるんです。こう肘とかね、膝とかね、固定しながらね、うん、これいけそうな気がします。めっちゃ早くできそうな気がしました。もう一本もいきましょう。できちゃいそうな気がしてきました。1から5ミリのとこですね。で次が74のとこに確か切りましたね。ぴったりですね。どっちでもいけます。同じことをすればいいだけですね。長い方が切りやすいので、なんでまず90のとこに彫ります。であとは15から9ミリだったですね、さっきね。9ミリのところに線を引いて、まあ大体でいいんですけどね。で最後が8でカットですね。8でカット。はい、これで同じものがね、もうカメラも止めないまま一気に行きましたね。ここだけバリがある。結構強いバリが。よし、入った。こんな感じですよ。すごい強いね、ごとくになりますよ。これステンレス結構分厚いからね。これだから、これで見てやったらいいのか。これで見て溝を切るところを決めてやればいいって感じか。だったらこことここをもっと深くして、あ、というかこれと反対側に切ればいいのか。全くだけど上と下から同じ長さの溝があるとそこが切れそうになっちゃうもんね。うん、だからやっぱりこれはもうちょっと内側にしてちっちゃくしないと。そもそも上にクッカー乗せる時もね、このごとくが広がりすぎてるとちっちゃいクッカー置けないもんね。そうだね、やっぱ溝はここじゃないね。この辺りに来ればいいのかなと、ね、見た目でも判断してますけどね。なんとなくこうやって見た目で判断する方がね、尺を測って判断するよりもね、最終的になんか、あ、良かったっていうものができる経験が私の場合多いので、真ん中を2つに割って、その真ん中よりは少し外だと思うんですよね。だから6センチのとこですね、多分6のところに上に溝を切ってやりましょう。ということはこっちも反対からね、逆算したら大体どのぐらいできればいいかなっていうのが分かるので6です。6に切り、かなり深く切りました、わざとね。ほら、ここがねこう一致するように高さがしたいので、ここのとこはね切っていきます、もっと深く。6と9のところで合わせると、はい、ほらほら、ほぼ面位置ね、できたでしょ。こっちもこのメモリがついてるからやりやすいよね。74から6だから14引いたらいいから14ですよ。こっちも14のところに掘ればいいんですね。なんかやりやすいですね、メモリがあると。14のところに掘りました。こう同じ向きの方がいいもんね、これとこれがね、穴が開いてるところが同じところ、こう向きよりはこう向きの方がいいかなと思うので、ここでまず一つぴったり。あ、入らない、バリがある。あ、入った、入ったけど浅い。うん、 OK。
うわーすげえ、こう完璧にね、つらい字にできたと思いますね。そうするとここにはめた時にこうなるんですよ。おお危ない、ここギリギリだね、端がね。あとここがやっぱちょっと切らないと邪魔だね、爪に当たっちゃうね、おそらく。まあけど切る場所は同じ場所で良さそうなので14と60で切りましょう。はい、できました。簡単です。じゃあ組み立ててみましょうか。こことここがぴったりなのでまず組み合わさって、はい、ぴったり。あれ、なんでこっち開いてないんだ、間違えたか今、違った、何かを間違えちゃったかな。こうか、こうか、びっくりした。こうだ、これでいいんだ。そしてこうだ、あ、びっくりした、間違えちゃったかと思った。ここがまた何かバリが引っかかってる、バリが引っかかってて入らない、ここが入らない、こっちも引っかかってる、引っかかってないけどこっち浅いんだ。一気にできてしまったけどね、こんな早くできるもんなんですかね。仕上げです。まずここを止めます、止めます、はい、ぴったりです。で続いてこちらも向きが逆だね、こうしないと左右対称にならないからね。はい、これでいい感じかな。はい、そうしておいて、はい、ということで入りました、一通り OK です。あとね、ここが当たってるのでここね、やっぱ切っちゃいましょう。穴を残してこれぐらいかな、うん、これぐらいで切っちゃいましょう。ここをね、ここをね切りましたんで、はい、端をねカットしました。両方ともね短くなりました。こちらよりもだいぶ短いですけどね。はい、でこれで終わりです。パーツが4つあって、組み立て方としてはちょっともう一回やってみましょうかね。ここですね、場所はどこがどこでもいいはずなんですけど、ここですね、はい、これでいいですね、バッチリ。そしてさっきよりもね余裕ができました。あ、完璧です。これほら、これねずれないです。こうもちろんね上下にはずれないし横にもねずれない。なんでかってこう爪がここに当たってるからね、ここにね当たってるから、上下左右ともね一応ずれないものが出来上がりました。もう安定したねごとくになりそうです。なんならもう一本通してやってもいいけどね、ここ横もしくはここ、ちょっとそれをね使いながら、あ、もっと欲しいなと思ったらね考えましょうかという感じです。で、あとまあヤスリかけますけど、外した時はこの中に様子を見ていこうと思います。はい、とりあえずこうすれば横に全部入るねこれで入りましたね。はい、まあ閉まるのも閉まるし、あ、別に短くする必要ないですね。なんかやりながら気づくことって多いですね、ほんとこういうね、まあ、実はね真ん中2つは左右が壁があるから短くないと入らないけど、上と下はね壁がないから長くても入るという、あ、その通りでした。しかもこの物差しのね高さ幅がねちょうどあそこのポケットストーブのこの隙間にねぴったりの高さでしたね。
気持ちいいねこれね。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画いいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。